インドネシアとフィリピンにいた時の S17 の態度は、議論されているアップロードの違いによって浮き彫りになった。GDA2024 ジャカルタに参加中の S17 は、フィリピンとインドネシアの熱狂の違いが注目されるまで姿を消した。S17 のフィリピン滞在中のアップロードが注目され、インドネシア滞在時の熱狂的な態度の違いが生じた。Twitter アカウント @キャラットストークからの報告。土曜日、13日、フィリピンの S17 は非常に活発であると言われていますが、一方、インドネシアでは彼らの投稿は非常に静かなので、 GDA2024 ジャカルタ中に消えたと言われています。 S17 がインドネシアとフィリピンの2カ国を訪問する時のアップロードと熱意は明らかに違う。なぜフィリピンの風は彼らをあんなに活発にするのでしょうか。私はそれが好きですが、なぜ昨日の GDA ジャカルタのインドネシアの風はとても静かだったのでしょう。オープニングが書きました。 S17 が GDA2024 ジャカルタに出席するためにインドネシアに到着した時、ファンを本当に探しさせました。これはこの出来事が表面化するまで、彼らがインドネシアに到着した時にファンにアップロードしたり挨拶したりしなかったためです。数日前にイベントが終了したにもかかわらず、オープニングでフィリピン滞在時と比べた S17 の熱狂ぶりの違いが改めて浮き彫りになった。 S17 はフィリピン滞在中とても活発なようで、レバールスへの投稿も非常に多く、これを強調したオープニングが写真を集めました。そしてインドネシアにいた時の写真と比較すると、すぐにネチズンから様々なコメントが集まりました。複数のネチズンは、彼らの態度と熱意の違いはインドネシアで参加したイベントがコンサートではなかったためであると述べた。 S17 はコンサートのために国を訪れるときはとても活発に見えますが、インドネシアに行くときは授賞式に出席するだけです。